健康トライアングル。はい、今日も始まりました。司会のなおです。長女まりこです。ちーちゃんりえです。三女さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、このハッカ湯ですね、はい、こちら有名な中島のハッカ湯ですけど、こちらの活用法を教えてくださいという質問です。これって全国的に有名なの？中島のハッカ湯、県外からでも三愛薬局買いに来ますね。買いに来ますよね。ネットで見たんですけどって言って、これじゃなきゃ嫌だって人結構多いよね。すごく多いですね。そのスプレータイプが今年発売になったでしょ。スプレーはね、有名な、もともとはこういうボトルに入ってて、うん、こう垂らすのよね。そうです、うん、一番多いのは頭痛肩こりだよね。そうこういう、うん、こういうピンにつけて、ね、全然違うって。そう肩にこう塗ってる人とか、肩をね、うん、スースーして、これ直接シュッてしたことある？ありますよ。だって草むしりの時に蚊とかがいるから、うん、これをバーかけて、うんうん、でシャーってやると、うん、しばらくの間は蚊は寄ってこない。一応原液のまま皮膚に使用しないでくださいって書いてあるんですよね。そうなんだよね。そうでも なぜかっていうと、他のハッカのもあるんだけど、うん、すごく内容量が濃いんですよ、うん、あだからもしかしたら刺激が強い、うん、人のために多分書いてあるんだけど、うん、蚊のやつらにはね、うん、やっぱ現役ぐらいじゃないとちょっと太刀打ちできないわけですよ、うん、アロマのなんか効果としては一応力ストレスをこう緩和してくれるっていう感じですね。例えばストレスがあった時はこれをパッて上の空気中にシュッてやって、うんうんくぐるみたいなね、うんうんうん、そうするとなんかスーってこう、うん、落ちていくようなね、うんうんうん、転って向こうの方転がっていくと思うんですよね。長大の時はさ、うん、あの皮膚が痒くって、うん、保湿剤とかが出てる人いるんで、うん、そこにハッカを混ぜるんだよ、うんうん、あそうするとこうクリーム塗った後にこうスースーしてちょっと痒みとか効くから、それをこう軟膏を混ぜた後は調剤室がすごい爽やか。ああ、なんかストレスが緩和されるみたいな。うん、消臭効果もあるんですよ ね。そう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 。だからトイレやったんだっけ？何がですか？あの車やりました。どうだった？ハッカの匂いになりました。すごい。あとなんかあの冬とか、うん、あのブーツ履かれる方とかは脱いだ時にシャッてやって次の日を迎えるといいし、あとこたつの中とかね、いいですね、いいんじゃないかなとは思う。商家店長はほらお風呂って言ってましたよ。お風呂に2、3滴ですよね、お風呂。そうするとすごい爽やかに、入れすぎちゃうと大変なことになるんですよね。寒くなっちゃう。中医学で考えると清熱解毒なので、冷ます、うん、だからやっぱ忙しい時とか、うん、みんながカッカしてる時とか、うん、そういう時にシュッてやると、会議の盛り上がった会議の後いかがでしょう。あなるほど。なんかあとほらゴキブリちゃんにもいいかもしれないって言ってましたね。柑橘類、例えばだけどこれ濃いから何かで薄めて、うん、至る所にシュッシュッてやってもいいね。あそっか、うん、でも本当にさ、もうこの中島さん、そのさっきの肩こりとかで使ってる方、うん、この中島さんのじゃないとダメなのよっていうさ、うんうん、方々すごい多いじゃないですか。ほんであの一回欠品した時あったじゃん、うんうん、欠品っていうか内騒ぎの時みんな3本4本あの現役の方だから、うんうん、を買ってらっしゃった方々、2000円のやつです。2000いくらするよね。だから多分肩こりとかの治り具合も違うんだろうね。違うんだね。っていうそのね、中島さんの発火のスプレータイプ、はい、すごい使いやすいの、うん、はい、ゴキ対策ですか。ゴキ対策と虫対策に、うん、そっちメインだったね。でもなんかお出かけする時とかにも持ってくといいかも。そうね、うん、なんか乗り物酔いで疲れたなとか、で気分爽快にする時とか、ちょっと頭痛した時とか、なるほど、肩こりしました、うん、マスクにもいいって書いてありますね。どっかぶつけたとか、うん、何でも、うんうん、そうマスクはね空間にシュッてやってくぐらせるくらい、それなんですよね、うん、直でやっちゃうとそれでもまあまあくるよね。そう、それでもまあまあきますね。、うん、あと眠い時とかね、あそれいいですね、眠い時いいですよね、運転中、花粉症の時期とか
いや、花粉の時期は絶対ですよ。店頭3人いる時、これのもうサンプルがすぐ後ろにあったじゃないですか、うんうんうん、あの花粉症の時とか、あのちょっと眠くなった時とか、うんうん、ちょっとやりますね、うん、使ってたんだよ。かわいい。ここね、そうです、そうです。肩こりの時もこの辺ちょんちょんってすると、ちょんちょん、かわいいですね。ちょんちょんでいけちゃうもんね。そうですよね、大量にいらないですもんね、はい、ということで今日はハッカの活用法をいくつか紹介しました。他にもありましたらぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。